異性の幼馴染とかもなし。いやー、幼馴染、幼馴染な？いや、幼馴染、いいよね。いいよねって言い方あれやけど。なんか、いや、アニメとかでさ、幼馴染で付き合うのあるあるじゃん。いや、あれ、ああいうな、みたいな、あ、そういうのあるんかなって。僕、幼馴染みたいなのないからさ。まあ、引っ越したりしてたのもあって、その、昔からの一緒みたい、なんてずっと一緒みたいな人があんまりいなくてさ。あ、ドズルさん、確かにね、ドズルさんとかね。え、周りに、でもね、友達とかたまにいるよ。幼馴染で結婚したとか。実際そんないいもんじゃないですよ。なんかあったんか。なんかあったんか。高田健志視聴者、高田視聴者だからなし派って言ってる人。まあ確かにな。ありなしだったらなしかな。いやでも成立するときあるとは思うけど、ね、いやまあ難しいと思うよ。どっちの意見もわかるからな。いやただ、それでもやっぱ誘いづらくなったりしちゃうからなと思って。幼馴染ってどっからなん？いやもうそれ小学校とかぐらいじゃない？幼稚園とか。なんかわからんけど、10歳前後な気する幼馴染のライン。僕の中で。どんぐらいが幼馴染になるんだろうね。いやでも幼馴染で好きになってさ、いやなんか友達としてしか見てなかったって言われたらめっちゃショックだな。絶対そういうパターンありそう。なんかずっとなんか一緒にいたらで昔からずっと知ってるとかな、全然ありそう。そこから意識し始めるってのもある。あ、そうなんや。オラくんもそういう相手が。いやー、いたらええけどなー。そういう相手いないからなこくったら親に呼ばれそう。あー、バレるやろうな。バレるでしょうね。確かに。家族ぐるみの付き合いとかだったらバレるやろうな。気まずいな、確かに。私の息子は幼稚園からの幼馴染と2月に結婚します。すげえ！それはマジでおめでとうございますだ。めっちゃいいじゃん。それはおめでとうございます。
幼なじみが苦手なタイプになってると辛いですよね。いや、それめちゃめちゃ辛いだろうな。確かに。本日の切り抜き放送はここまで。ご視聴ありがとうございました。ドズル社放送部へのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。またの放送をお楽しみに。